私あれが欲しい、うん、でも実はこれは距離を近づけるモテテクです。これがモテテクか。ハロー皆さん、こんにちは、るちゃんです。たんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。不知道大家有没有看过之前很红的那个广告，就是它里面有讲一些日本女生在联谊上面会用的招数。本当そういうテクニックとかは使われてんの？そう、ボディタッチとかさ、ダメとかさ、あざといんだよね。あ、あざとい的意思啊，就是会耍一点小聪明。でもあざといのも可愛い。あ、そうそうそう、昔聞いたことあるの。台湾で同じことやったらブリコとかわざとらしいなと思われるかもしれないんだけど、でも日本人の男性はそれがわざとらしいなのにやってくれるなと思ったところが可愛いなと思っちゃう。そうね、なんかそれやってくれるってことは俺に気があるのかなっていう、ちょっとなんか喜んじゃうみたいな。这次呢，我在日本的网站上面看到一个非常非常有趣的实验，就是关于这些モテテク。他们总共找了100个日本的男生来做研究，显示说，请问这个女生她做了这个举动会让你觉得怎么样？他把男生的想法分成5个阶段。第一个阶段就是焦っている。安い女に見える。感觉很着急，有点随便的女生这样子的感觉。第二个阶段是あざとい、計算に見える。对，就是很明显的耍小聪明，我看得出来哦。第三个是色っぽい、ドキドキする。感觉有点色色的，会让我小鹿乱撞。第四个可愛い、可愛らしい。就是说啊，好可爱哦。第五个就是最好的哦。気が利く、性格がいい。这个気が利く也是日文特别有的意思，就是他很会去照顾身边的人啊，会让人觉得他的个性很好。那我们就来看看究竟有哪些举动是让日本男生觉得好可爱哦，那有哪些日本男生觉得啊有点随便？哇，很大きいね。对，这个也是日本女生很常用的举动。然后他这个很特别的是，就是有50%的男生都会觉得有点阿萨豆，就是啊，我看得出来，就是你想要跟我有一点肢体上的接触这样子。可是真的觉得有一点做作的，也只有一点点而已。いやでも実際ドキドキしたわ。初対面の人にそれされたらちょっとドキドキしちゃうわ。いやなんか俺に気があるのかなつってワクワクしちゃう。男は大きいという言葉に弱い生き物。手が大きい、器が大きい。間違っても小さいという言葉は使わないで。いやいいと思う。なんかノリがいいって思う。なんかやっぱり日本人の男ノリいい。いいね、性格良いでしょ。メンズだってつまらなかったら日課には誘いません。その場を楽しむ努力もできる女子には必要です。でもやっぱり来ない女の子見ると、あ、ノリ悪いなって思って、もう連絡先も聞かなかったりとかする。でも逆に、あ、この子すごいなんかいい子だなと思わない？なんか早めに家帰るとか仕事真面目な子とか思わないの？いやでも付き合ってからが大変そうじゃん、真面目そうで。さっきのあまり変わらないもんね。そうだね。今日面白くなかったのかなとか、かっこいい男いなかったのかなとか、ちょっと俺はネガティブなイメージ持ってしまう。ああ、なるほど。俺はね。どこそのお嬢様。あざとい。大人の女性って今時もんげであるって思うのがメンズの一般的思考。私なら可愛いと思っちゃうよ。なんか可愛い。それは女性目線でしょ。ああ、やっぱり違うんだ。みんなはどう思います？これを嫌いなメンズはいない。っていうのが何だと思う？あ、かっこいいとか。でも本当にかっこいい人じゃないと言わないんで、女性って。違う違う違う、別にそんなかっこよくないと思う。普通に見えるよ。本当にかっこよくなかったらいい人そうっていうの、女性って。ここら辺もうなじが見えるって感じか。ああ、そうそう、ここがうなじが色っぽいって言ってる。でももし本当そういうことは気にする人は、そもそもポイントで行くよ。だからあれはわざと男の前にこうやるの。顔そう。俺はあんま好きじゃない。なんで？あざとすぎる。でも私よくやってたよ、ふーちゃんと付き合う前に。あれはちょっとあざといなと思って。本当？マジで？ちょ、なんで言ってくれてなかった？言わねえでしょ。気合いじゃないけど、5秒以上はあざといって。ああ、でもそんな好きってほどじゃないんだ、その言い方的に。嫌いじゃないけどみたいな。嫌いの真ん中よりちょい上ぐらい。お得意喋ってる時に、あ、これ可愛いな、こういうのとか高い。
キモいって言わないで。いやまあね、されると嬉しいけどね、特別な存在かな、ターゲットにされてるかなと思ってちょっと嬉しい。そういう女性っぽいの声が好きなの？好き。でもじゃあ私はすごい低いんだけどね。俺最初びっくりした。女性と男性の前で声のトーンが変わる人いるよね。でもメンズってそういうとこ意外と気づいてます。俺は結構いいと思う。例えばさ、うん、君もそれ頼むの？え、甘いの好きなんだ、うん、って言って私も好きみたいな、そういう話で結構盛り上がる。あーなるほどね。話題作りにもなるし、ミラーリング効果で気になるイコールエロっぽい、同じのでと頼むのがベストアンサー。あーいいかも、うん、自分の似ているイコール気が合うという印象も強く植え付けられます。難しい。私は自分の飲みたいものを頼む。気が利くね。ペアも切れそう。そうそう、気が利く子嬉しい。あ、好きって思っちゃう。はい、バイクある子には惚れちゃうだろう、うん、ああそうそうそう。合コンでモテるのは真とした美人より容姿がパーフェクトじゃなくても愛嬌のある人。そうだね、話ができる子とかすごい人気。男に慣れてないって部分で可愛いと思う男性もいるかもしれないけど、俺はあんま好きじゃない、うん、恥ずかしがるその感じも可愛いって。でも下ね、私興味ありません。オーラを落ちそらすのはもちろん NG。 小学生の頃とかさ、好きな子をいじめたりするじゃん。俺めちゃめちゃいじめてたりしてたもん。私がそのあんまりなんか声かけなくて。意外と乙女もともと乙女これ何のためなの？先に来て何十分も待つっていう女の子はもうすごい気合を入れていってる。でも逆に遅れてくる女性はまあその余裕があっていいって思う男性もいるんだろうけど、俺は嫌い。仕事で遅れてしまうのはしょうがないと思ってるけど、時間通りに集合している女性の方が好感度高い。ああこうやって、そうで、もう私はそう思うって感じ。溢れ出るナルシスト感が痛い体の向きが自分の方を向いてるのが距離感にドキ、好意が伝わってくるって。ちなみに気になる彼が右利きなら左側、左利きなら右側を確保できると密着度が高まりベスト。考えてんな、そんなこと。本当に例えば右利きだったら物を取るこうじゃん、うん、手はこうで距離を作ってる、うん、でも左利きだとこうで物を取ってる、だから距離感が近い。確かに顔が近づく、怖いね私日本の心得が分かんないな。だって相手が食べたくないかもしれないじゃん。なんか私がよく日本人と飲み会とか行くときにね、なんかやってくのが嬉しいんだけど食べたくないと思っちゃう私でも、あもう飲みたくないですって言ってもって言ったらすごいなんかみんな冷めるじゃん。だから私はいつも半分ぐらい残す。自分の目の前に置かれた料理は取り分けて、鍋系料理は食べられないものありますかと一言追加は低速。やっぱり私日本人じゃないもんね。これ見たらなんで女性ばかり やるのとか思っちゃう。 なんで女性だけはそういうなんかその作戦みたいなのを考えないといけないのと思っちゃう。逆に女はもう男性はこうこうこうしたら女性に好かれるよっていうのが男性の中にある？ないかな。でもなんかその男性グループでサインを決めとく。例えば3対3で、同じ女性を狙ってもさ2人は絶対負けるわけじゃん。別々の女性になるように、例えば俺がよくやってたのはコップあんじゃん。あ、私それ聞いたことある。これめちゃくちゃ面白い。あれコップを持ってくるわ。コップを持ってきました。これはめちゃくちゃ面白い。この持ち手があるじゃないですか、うん、この持ち手を好みの女性の方に向けておくんですよ。例えばこの持ち手の方をルーちゃんの方に向ける、うん、そしたらこの持ち手の先のが好みの女性っていう。へえ。だからそんぐらいかな俺やるのって。でもまさか文旦もそんなに合コン参加したのはなかった。私人生の中で合コン以外もなかったんですよ。あ、そうだ。そう、なんかたくさん聞いてるんだけど一回もなかったんです。へえ。逆に私の彼はすごい参加してちょっと悲しかったな。そうね、そんなに参加してもないけどね一回池袋で合コンして、あ、そこで終わり。
ーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。